はい、今日は8月23日、気温は 30.8 度、湿度は 53%、3時50分、51分になりますね、からのスタートです。ゴリスポベース温度計、ゴリスポベースはただいま 33.5 度あります。はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。今日はマッチョマックスがつくかどうか、ただそれを試すだけなので尺の心配はいりません。買ってきましたね。すごいなと思います。LB さんはすごい。次から次から新しい商品を出せる。それはすごいと思います。ここに&ルイボスってあります。紅茶の種類っていうかメーカーなのかもしれません。桃のルイボスティーです。はい、ディアゴスティーニとは関係ないですね、ちょっと商品説明します。ふんわり香るルイボスティーに果実の美味しさをギュギュッと詰め込んだこだわりのフルーツティーです。ノンカフェイン、人工甘味料不使用。もうこれ読んだだけでもう味はもう間違いないですね。はい、絶対あの言葉が出てくると思います。わお、ちょっと待ってくださいね。あ、開かない。開いた。それでは、飲んでみたいと思います。あ、ちなみに、自分ティーが好きなのでリプトンさんの和なしティーも買ってきました。これどっちが美味しいかっていうのやってみますね。もう自分の動画からどんどん大丈夫ですね。まずはエルビーさんのルイボ桃のルイボスティー。あー、もうほんとガチうめ。もう本当にガチな話ですけど、今まで飲んだ中の3本指に入ります。あー、これ美味しいわ本当に。なんで LB さんを飲み続けてるかって、実は理由があります。まあ理由は、いつか話します。リプトンさんのワナシティ、色が一緒じゃね。ちょっと待ってくださいね。色を比べどうかゴリスポド、あ、桃の、あ、全然違う色が。桃のルイボスティーと、リプトンさんのワナシティ、この色の差ですね。はい、あ、しかし美味しい。いきます。リプトンさん初リプトンですね、自分の動画では。あー、どっちが美味しいかたらもうどっちも美味しいです普通にそれでは先は入りたいと思います。はい、はい、たびたびすいません。ふと思っちゃいました、自分は。リプトンさんとエルビーさん、こちらを混ぜ混ぜしたらどうなんだろうって思いました。なので、50対50感覚で混ぜて飲んでみたいと思います。本当に自分の動画の。これ、ちょっと多いですね。これはリプトンさんですね。あ、減っちゃった。減りすぎた。なんだこれ。リプトンさんの、ワナシティですね。と、LB さんの桃のルイボスティーを50、50ぐらいで割って飲むとどうなるのか、実験してみたいと思います。このぐらいだな。はい、出来上がりです。こちら入れました。いいですね。あー、う、究極的にうまいですこれ。やべえ、これ本当にもうほとんど一瞬っすよ。もう相当飲んじゃいました。自分とリプトンさんとエルビーさん、それぞれの、1文字ずつ使って、この自分が、作り出してしまった奇跡のティー。名前は、ゴリビーティーです。はい。作業に入りたいと思います。よだれちゃった。はい、ゴールドのトランスミッションスポロケットですね。アルミ製です。社外です。社外製です。オフセットスポロケですね。あとは映ってるのはこちらのマフラー、自分で制作した純正であって純正ではない、マフラー車検対応ですね。これで元ブログ多分すごい配管をぶった切って、配管の漏れ溶接をして、
まあもちろんこの自分でバーナーで焼き色をつけたこのマフラー、マフラー名は確かダブルアンモライトマフラーってつけましたが、マフラー名の変更です。 これは5月に完成させたので、フローレスデマヨ、マヨと離婚した大王マフラーに、名前を変えます。どうでもいいですね。そしてこれが、ちょうど1年前かな、やっぱりあの伝説の LB さんのあれは全力ミントですね。おそらく全力ミントを飲みながらこれを作った記憶があるようなないようなです。作業に入りますね。あ、コンってやっちゃった。これがこのままの状態でスコンと入るか、やってみました。結果は入りません。これがそのままスコンって入ればもう間違いなくつくっていう感じなんですが、自分はもう、角、この角が液パイに当たると予想してます。とりあえずこれは外さないとダメですね。あと車検のための今自分の、動画なので、ちょっとその辺をもう一回おさらいしながら、作業入りたいと思います。はい、ロードスターであってロードスターでない、その理由の一つが前後のホイールですね。これは XR1200X のマフラーじゃない、ホイールが入ってます。小さくなりましたね。何インチだったのか忘れましたが、フロントロードスターに対して、小さくなってます。ただこれ車検通るかって言ったら、まあ、構造の変更ぐらいで車検通ります。なぜならばハーレー純正のホイールだからです。はい、車検とは関係ないんですが、こちらデイトナのマルチバーホルダーを自分で、改造 したやつですね。はい、こちらは、名前は LB プル2でした。こちらも名前の変更したいと思います。新しい名前は LB プルです。じゃあなぜ2はというと、右にもつけるからです。デイトナのマルチバーホルダー、はい、左右シンメトリー取れた方が、見た目がいいんで、そしてこれは本当に結構簡単に作っちゃったんですよね最初。ホームセンターで買ってきたステ、これじゃあ振動がすごかったっていうのと、ゴリスポおいおいお前の技術はどこ行ったって感じなので、自分で作り上げましたね LB プル。はい、そろそろですね、こちらもまた光らせる時が来るのは。そして、ちょっと気になるところがあったんでこれ紹介したいと思います。はい、ハーレ純正の、バッテリーケースですね。位置関係はこれが、フェアライトステップ、です。はい、ごめんなさい。でここのネジが合わないんです。ちょっとまだぶつかっちゃって、ただギューって手で押すと、ネジが締まる状態に入ります。今違うか、こうですね。はい、そしてネジは締まります。確実に締まります。ただちょっと気になることがあったんで一旦これをまた外してみたいと思います。一言で言うなら、おいおいちょっと待てヘルデベソン。ネジですね、こちらのネジが入る部分ですね、先ほどの、ギューって押し込んだ、ものすごいガタガタですね。そしてもう一箇所あります。ガタガタがここの部分映るかな、映ってなかったらごめんなさい。自分の指で映ってない可能性がある。今多分開けた、道は開けた。ここもものすごいガタガタ、ネジが落ちた。あ、ごめん、今度は カメラにゴーン、真面目人間ゴーン。こうですね、ガタガタ、自分の指で映んない。まあ、とにかくこのガタガタ感がハーレーでまたネジを落っことした。でも取れる位置にあるからよかった。よいしょ、よう救出しました。はい、そしてなんなら一回引きますね。ピュー、あの時は、ここのあれですね、 M4 ですね、 M4 に近い、インチネジ、はい、それを外すのにシックハックで、よくこいつの構造は、こういう部分、爪の部分は紹介しました。はい、これがついてるんですが何も意味がないって、後で、ハーレーさんは何か考えてるのかって説明しましたが、これですね、今は M5 に、M5 ですね、はい、2本サイズに
企画を切り替えました、自分で。はい、あのネジはちょっとダメなんで、はい、あとはここの部分、ここですね、はい、カメラをみんなカメラのここも、これ説明しやすい、相手側にタップが切ってあります。そしてこの穴が、真ん中に来たにこのネジが入ります。このネジをこの穴に通してみると、このガッタガタ感ビビりますよ、すごいですね。これは M8 に近いです。そして、こちらの穴はおそらく10ミリ、は軽くありますね。8ミリに対しての、正確な下穴は 8.5 でいいんです。ところがまあでもハーレーの悪口言ってもしょうがないですね。これがハーレーという乗り物なので、自分は、それはそれでいいと思ってます。ただちょっと、動画にしてみたかったんで動画にしてみました。